送机上我来卖我来卖我来卖送机上我来卖我来卖我来卖
おいおい、そこの見かけない顔だな。私は質屋のリーフォンだ。あんただろ、シャオヘイに変なもの頼んだのは。本だよ、本。暦の本さ。シャオヘイが探してくれって言うもんだから、やっとの思いで見つけたんだ。本はこの札と引き換えだから、これをシャオヘイに渡してくれ。言っといてくれよ、早く取りに来いって。頼んだよ。その札、あんたに預けたから、シャオヘイに渡してくれ。頼んだよ。その札、あんたに。君か。風水を起こすためこの空論城にやってきたの。するといよいよ妖怪にも影響が現れているのだ。私はウェイ、ここで気功塾を主催している。知っているだろうが、この空論城には龍脈、つまり風水を司る四神獣たちの気の流れが全て通じているらしい。しかし、青龍、白虎、朱雀、玄武の見立てが行われたという記録はない。ただ分かっているのは、青龍となるべき存在がその力を封じられているということ。それは木彫りの仏像として封じられているらしいのだが、どこに隠されている。まして残りの神獣についても、その存在すら我々にはつかめていない。いや待て、クーロネットに何か記録があったはずだ。ネットの端末は龍城飯店にある。アクセスカードがあれば引き出せるだろう。リッチには私から伝えておくよ。孫じいさんからカード売りつけられただろう。それ俺の改造アクセスカードさ。残念でした。そのカードには俺が細工した。だからあんたには使いこなせないよ。さ、返してくれ。悪いね。じゃあね。
ウェイが言ってたのはあんたのことか。俺がリッチだ。よろしくな。で、何の用かな。端末使うならそこにあるぜ。